滝沢秀明の新会社、戸部元ジャニーズメンバーの参加がついに発表。期待高まる匂わせの数々。滝沢秀明が創設した新会社、戸部が、元ジャニーズメンバーの参加を正式に発表することが明らかになりました。このニュースは、滝沢の公式ツイッターアカウントから YouTube 製配信の告知として発信されました。具体的には、7月2日の夜7時から行われる生配信が予定されており、 t o b e c o n t i n u e d 0 1というハッシュタグが付けられています。また、投稿されたサムネイル画像には、左を向いて座っている謎の男性が写っています。この発表に対しては、わずか1時間で3万を超えるいいねが集まりました。そして、発表を楽しみにする声とともに、サムネイルの男性の正体に関する予想合戦も始まっています。以前から報じられていた通り、 元 V6 の三宅健やジャニーズジュニアのグループ、インパクトワーズから対処したメンバー、さらには元キング、プリンスの平野史洋と神宮寺ゆうタも、戸部に参加する可能性が高いと言われています。特に三宅健は最も有力な候補とされており、その情報は週刊誌でも報じられていました。なお、6月25日には三宅と滝沢が同時にフライドチキンの写真を投稿し、話題を呼んでいました。 さらに、7月2日の生配信の日は、ケン君の44歳の誕生日でもあるようです。様々な匂わせもありますが、特に注目されているのは、ケン君のツイッターアカウントの充電マークのアイコンです。28日の時点では充電は10%程度でしたが、29日には30%まで充電が進んでいるようです。さらに、プロフィール欄には、44歳まであと3日という記述があり、 充電が完了するまでのカウントダウンを示唆しているようです。そして、サムネイル画像には大きなヒントが隠されているようです。写真に写っている男性の左手の甲には、バングルが装着されています。このバングルは、ケン君が昔から愛用しているゴロウジというブランドのものと一致しているそうです。テレビ番組やコンサート、雑誌の中でもよくこのバングルを身につけていたとのことです。実際に2018年には、 滝沢くんとケンくんがフジテレビ系の VS 嵐に出演した際にもこのバングルをつけていたそうです。そのためサムネイルの男性はケンくんではないかという予想が広がっています。三宅の参加が夢物語ではなくなってきたようですね。最後に最新の情報をスムーズに受け取るためにチャンネル登録をお願いします。皆様からのご支援に心から感謝しております。ありがとうございました。